で、高橋由伸さんもいい人と聞いてます。ちなみに彼がどうしてヤクルトに行かずに巨人に行ったかっていうと、当時ドラフト1位には契約金で1億円以上のお金を払っちゃいけませんとなったんですよ。でも1億円なんて安すぎて、高橋由伸君を巨人に入れたいために、巨人はですね、高橋由伸さんの、まあ、親戚とか知り合いのところにですね、いっぱいお金をこう入れたわけですよ、払ったんですって。だから高橋由伸さんがヤクルトに行ってしまうと、その高橋由伸さんが育てた野球のね、高校時代とか、まあ、いろんな、まあ、大学時代の監督さんとか、その野球関係者であるとか、高橋由伸さんの親戚がお金が入ってこないからということで、彼は泣きながら、確か入団会見涙しながら巨人に入ったと思います。そういうのがまずありました。ということで、巨人っていうのは非常にね、あのダーティーな球団です。ここね、ダーティー、悪いところ、お金に汚いですね。